NEC ウィズダムスクエア、毎週水曜日のこの時間にお送りします。毎回ゲストをお招きしてビジネスに役立つ次の一手を探っていきます。今月のゲストは宇宙飛行士山崎直子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月は山崎直子の宇宙で学んだ仕事術というテーマで1ヶ月間お話を伺ってまいります。ではまず山崎さんのプロフィールご紹介しましょう。山崎直子さんは1970年千葉県生まれ、1993年東大工学部航空学科卒業、航空宇宙工学専攻修士課程修了後 JAXA 宇宙航空研究開発機構に勤務、1999年に宇宙飛行士の候補に選ばれ、11年間の訓練期間を経て2010年4月スペースシャトルディスカバリーで15日間の宇宙飛行、2011年8月に JAXA を退職し、現在は内閣府宇宙政策委員などを務められていて、著書には宇宙飛行士になる勉強法などがあります。さて初回となる今夜のテーマは11年の訓練期間で見えてきたものです。びっくりなのが訓練に11年間ということなんですけど、大体これくらいやはり必要なものなんでしょうか。実は訓練自体はギュッと凝縮をしてしまえば2、3年で効率よくできれば済むと思うんです、はい、ただ私たちの場合は先輩が宇宙に行っている間地上からサポートを担当したり、そうしたサポート業務をしながら訓練をするということと、あとは一通り訓練が終わっても宇宙にいつ行けるかというのはまだ決まっていませんから、その間の搭乗機会を待つという待つという期間が長くなってしまうんです、はい、なるほど。漫画宇宙兄弟の中でも、はい、今回選ばれるのか、じゃあその次選ばれるのかみたいな形で、はい、その都度その都度やっぱり選ばれるか選ばれないかが分からないっていう立場が長いようですね。はい、その間はいつチャンスが巡ってきても大丈夫なように準備をしつつ待つという形になるんです。具体的にはどんな準備をするんでしょうか。はい、そうですね、最初の 2,3 年は基礎訓練といいまして、はい、一通り宇宙飛行士としての心得を学びます。でその中で例えば飛行機を操縦する訓練であったり、語学として英語やロシア語だったり、また座学、それからスペースシャトルや宇宙ステーションなどの、宇宙船の技術を学んだりということで、だいたい項目で言いますと230項目ぐらい、時間数で言うと1600時間ぐらいというのが目安になります。1600時間多いですね。そうですね、ですから、ぎゅっと2年間まずは訓練に集中するという形です。これ2年間で1600時間なので、はい、まだまだそこからもいろんなことを吸収するわけですよね。そうなんです。さらにアドバンスの訓練を行ったり、またかつ一通りやった訓練を常にリフレッシュしながらやると。その最初の2年間3年間ほどの、基礎訓練などが終わった後は、どういった訓練に移行するんですか。はい、それからは実は訓練は3割4割ぐらいに減りまして、残りの大半は先輩が宇宙に行っている間のサポート業務、地上から更新を担当したり、宇宙で使う手順書マニュアルなどを一言一句間違いがないようにも一つ一つもチェックしたり作っていくと、で会議に出たりレポートを書いたりと、いわゆる事務的なワーク、ペーパーワークも多くなってくるんです、でその合間を縫って、自分自身も技術を忘れないようにリフレッシュ訓練をしたり、またどんどん世の中の技術も進歩していきますから、その都度新しい技術を身につけたりと、訓練も行っていきます、じゃあいつ出るかわからない試合に備えるアスリートみたいな、そういう心境ですね。はい、なんか次出れるって分かればその日までにじゃあコントロールしようかっていうことで、例えばモチベーションが持ったりとか、いろいろ根詰めて勉強したり休んだりっていうのがあると思うんですけど、そうした中でかなり厳しい訓練もあったと聞いてますけれども、どんなものですか。そうですね、一番体力的に厳しかったのはやはりサバイバル訓練と言われているものです。で、宇宙船が例えばロシアのソユーズという宇宙船ですと、あれは丸いカプセル型なんですね、で最後はパラシュートで地球に、カザフスタンの草原に戻ってくるんですけれども、過去に何度かそれが壊れてしまって400キロメートルぐらい離れたところに不時着をしてしまったということが実際にもあるんですね。随分遠くですね。そうなんです。そうすると救助隊の人が
スタンバっていても離れたところに降りてしまうので、すぐに駆けつけられなくて、で探すまでに、まあ、最悪ケースだいたい3日間ぐらいはかかるだろうということで、宇宙船の中のものだけを使って3日間生き延びるという練習をあらかじめします。でロシア冬は寒いですので、まあ、そういった厳しい環境をあえて想定して、例えば冬気温でいうとマイナス20度を下回るような、で風が吹きますからね、体感温度はもうちょっと低くなるんですけれども、まあ、そうした中で宇宙船の中にあるちょっとしたスキーウェアのような防寒具とパラシュートの布とか、あと斧も搭載されているので、そういったことを一応想定して、斧ですか、で斧を使って自分たちで木を切って、で焚き火を起こしたりとか、まあ、そんなことを実際に現地でやります。食べ物も調達して、食べ物はちょっとした非常食が宇宙船の中に備え付けられてあるんです、ですからそれをでも大事に使っていかないといけないので、初日はまあ食べないというのが鉄則 で、で2日目ぐらいからちょっとした乾パンとか、まあ、それを少しずつみんなで分け合って食べて、あとは釣り針なんかは入っているので、もし川の近くに降りれれば釣りを皆さんでしなさいという形になります。なるほど、そうした極限状態を経た上でまた宇宙という、はい、あの極限とも隣り合わせの空間に飛び出すということになるわけですね、そうですね、ではそこでの、まあ、生活とか伺える仕事術などいろいろ伺っていきたいと思います、宇宙飛行士山崎